どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトン秋セールということで、今だけね最大 30% オフというねセールをヒルトンホテルねやっておりますので、本日はこちらの解説でやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ヒルトン秋セールということで最大 30% オフでですねホテル予約ねすることができるっていった形になっておりますんで、2021年に関してはですねヒルトンホテルねステータスマッチね条件緩和ということで、こちらの動画でね解説させていただいておりますけども、ステータスマッチねしていただければ9泊でねダイヤモンドステータスにもねなることできるっていう風になっておりますんで、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、セールの詳細ですね。予約期間が2021年10月15日の11時からですね、2021年10月29日15時までっていう風になっておりまして、宿泊期間はですね、2021年10月17日から2022年1月31日までっていう風になります。でですね、こちらのヒルトン秋セールはですね、予約期限っていうのがありまして、一応ね、宿泊期間は10月17日から2022年の1月31日までっていう風になっているわけなんですけども、到着のね2日前までに予約する必要があるっていう風になりますんで、この点はね注意してください。またですね、こちらのヒルトン秋セールのね公式サイトっていうのもありますので、概要欄にね公式サイト載せておきますんで、もしね利用される方はですねそちらからねチェックしていただければなと思います。でですね、対象ホテルに関してなんですけども、ヒルトン国内のホテルね全ホテルっていう風になっておりますんで、2021年9月16日に開業したロク京都であったりですね、2021年11月に開業するヒルトン長崎であったりですね、こういったホテルもですね今回のね秋セール対象っていう風になっておりますんで、利用されたい方はですねお得にね利用することができるのではないのかなと思います。でですね、今回のヒルトン秋セールなんですけども、すごい注意事項がありまして、こちらですね価格は結構安いねプランっていう風になってるわけなんですけども、全額前払いプランっていう風にねなっておりますんで、こちらのねセールプランだと払い戻しがねできないっていった形になっておりますんで、この点はね本当に注意していただきたいなと思います。今ねこういった時期っていう風になっておりますんで、今はね緊急事態宣言が解除されておりまして、自由にね利用することができるようになっておりますけども、今回のキャンペーンね2022年の1月31日までね予約することができるわけなんですけども、ちょっとね先の予約とかね利用しづらい部分もありますので、この点だけはですね本当にね注意して利用していただければなと思います。それではですね、今回のセール価格ですね、まあどのぐらい安いのかっていう話なんですけども、ヒルトンにはですね HPCJ っていう有料プログラムがありますよね。で私もねこの HPCJ ね入っているわけなんですけども、まあこちらでですね土日の宿泊料金でですねちょっとね検索させていただきました。その結果はねこんな感じになっておりまして、こちら見ていただければね分かる通りなんですけども、今回のねヒルトン秋セールに関してはですねかなりね値段的には安いんですよね。 HPCJ っていうのは基本的にね有料プログラムという風になっておりますんで、基本的にねヒルトンの一般会員の価格よりかはかなり安い風にねこの HPCJ ねなっているわけなんですけども、今回のね秋セールの価格ねほとんどのホテルでこのセール価格の方がですねお得になっているっていう風になりますんで、価格だけ見るとですねかなりね安いっていった形になっておりますんで、まあ先ほどもね言った通りですね、予約時にね全額前払い料金っていう風になっておりますんで、まあ安いことは安いんですけども、キャンセルすることができないっていった形になっておりますんで、この点はね注意していただきたいなという風に思います。でですね、こちら10月の土日のね1泊2日の料金なんですけども、ロク京都であったりですね、まあヒルトン長崎に関しては11月ね開業まだねしてませんので、こちら11月の料金だったりですね、ロキ京都に関してはもうね土日借り取られてるっていう風になっておりまして、検索した時点でもですねもうね1月でしかね価格はね出てこないっていった形になってるんですよね。またですねダブルツリーチャタンであったりですねヒルトンチャタンに関してももうね10月の土日とかね借り取られてるっていう風になりますんで、やはりね値段的にね結構お得になっているっていう風になりますんで、予約されたい方はですねちょっとね予約前払いでキャンセルねすることができないわけなんですけども、早めにね利用された方がですねいいのかなというふうに思います。ちょっとね私もこちら10月の16日にね検索させていただいたわけなんですけども、
思った以上にですね、もうね、刈り取られている部分もね、あるっていった形になっておりますんで、利用されたい方はですね、できるだけ早くね、予約していただければなと思います。またですね、こちらの HPCJ のね、プランの方が、まあ、ほとんどのホテルでですね、高いっていった形になるわけなんですけども、今回のヒルトン秋セールね、予約倍払いっていう風になっておりますんで、キャンセルがね、できませんよね。まあ、その代わりって言ったらあれなんですけども、この HPCJ っていうのはですね、キャンセルね、することもできるっていった形になっておりますんで、まあ、ちょっとね、価格の差はね、あるホテルがほとんどだなっていう風に思うわけなんですけども、まあ、こういった時期になっているっていう風になりますんで、よくね、検討していただいて、選んでいただきたいなというふうに思います。 HPCJ だったらですね、ちょっとね、価格は高くなるわけなんですけども、予約のキャンセルもですね、数日前までね、できるっていった形になっておりますんで、今ね、こういった時期ですので、まあ利用しやすいのはね、やはり HPCJ の方がね、予約ねしやすいのではないのかなというふうに思うんですよね。まあこればっかりはですね、ちょっと人によってね、変わるかなというふうに思うんですけども、まあひとまずですね、ヒルトン秋セールに関しては予約前払いっていうふうになりますんで、本当にね、注意して利用していただければなと思います。ということで、今回ですね、ヒルトン秋セールということで解説ね、させていただきましたけども、ちょっとね、このヒルトンの秋セールの価格ね、ちょっと見てたんですけども、やはりですね、ホテルの価格ね、どんどん上がってきてるように見えますかね。ヒルトン成田とかでね、10月の土日であっても約ね、1万4000ということで、かなり金額高いんですよね。まあ私ね、ちょうど1年前の10月とかにですね、このヒルトン成田でダイヤモンド修行で行った身からすると、かなりね、値段高くなってるんですよね。あの時とか本当に1泊7500円とか8000円とかね、そういうレベルだったと思うんですよね。で、セール価格でもですね、今 13,921円ということで、結構高くなってるっていう風になりますんで、今ね、緊急事態宣言が解除されて、まあおそらくね、これからどんどん値段上がっていくかなっていう風に思いますので、本当にヒルトンダイヤモンド修行とかでね、ホテル予約される方はですね、ちょっとね、早めに行動された方がいいのかもしれないなっていうふうに思いますかね。本当にヒルトン成田もそうですけども、ダブルツリーバイヒルトン那覇とかもですね、10月の土日で9571円ということで、まあ私ここ泊まった時確か7000円とか、本当にそういうレベルだったので、やはりね、価格ね、徐々に上がってきてるかなというふうに思いますので、早めに予約していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、ちょっと簡単な動画になってしまいましたけども、こんな感じでね、終わりたいなというふうに思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルともモデル、ヒルトンモデルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。